最後まで気抜かない、どんなチームでも。最後最後最後、ここでまとめちゃえ。しっかり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 、よし、あれあれ、こんな、ゴーゴー、
たぐるぐるだぐるぐるよっしゃーよっしゃそれではハイタッチを待ってるんですね、皆さん。ハイタッチを待ってるんですね。それでは、ライメーラモレイシーの選手、これからサポーターの皆さんの前に参りますので、ハイタッチしたいという方は、ぜひ前の方にお越しください。一緒に勝利を分かち合いましょう。さあ、どうぞどうぞ。まだ間に合います、まだ間に合います。ナイスゴー。ありがとうございます。です。さあ、そして本日ご覧いただきまして本当にありがとうございます。で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 す。何もやるかじゃあ。ありがとう。そしてもう一人得点をしてくれました金井純喜選手。今日は得点者全員にインタビューを行きたいと思います。放送席ないんですけど、皆様本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。雨の中たくさん応援してくださって本当にありがとうございます。それでは本日のヒーローインタビュー、まずは先制点を決めてくれた中村太地選手からお話したいなと思います。中村選手どうぞ。1点目決めてくれました中村太地選手です。拍手お願いします。では皆様に一言挨拶を。今日はありがとうございます。まあ、自分は後半で点を取ることが仕事だと思ってるので今日は点を取れてよかったです。なるほど、点を取ってくれます。シャイボーイですね。シャイボーイ。ではまず 1点目先制点挙げてくれました中村太地選手、大きな拍手お願いします。本日も得点してくれましたね、西村浩二選手。さて、西村浩二選手、ホーム戦これで3連続得点続けています。チームとしては4です、ね。はい。というわけでですね、西村浩二選手、ファンの皆様に一言お願いします。雨の中、たくさんの応援ありがとうございます。真面目か。聞き、聞いてみたいことありますか。よし、じゃあお話から聞きましょう。シュートを決めた瞬間ってどういう気持ちなんでしょうか。いや、もうチームメイトに感謝です。おー、感謝の心を忘れないエースストライカー西村選手の準備、ランチお願いします。じゃあ、ファンの皆さんに参加すること、また、面白いたくさん面白い試合するんでたくさんのお願いします。西村浩二選手でした。さあ、続きまして全試合のフランギ弘崎戦でも得点を決めてくれました金井純喜選手。さあ、今回も得点決めてくれました。そしてアシストもね、決めるかって、アシストしてたっけ、してないか。でも攻守にわたって大変走り回って、そしてゴールも決めてくれました。ファンの皆様に一言お願いします。
一応2試合連続、決めることができました。今日は自分の中では納得のいく、プレーが全然できなかったので、まあ、点は取れたんですけど、また次に切り替えて頑張りますので、また応援よろしくお願いします。金井純喜選手でした。それでは本日2得点活躍してくれました奥山康弘選手です。得点決めた瞬間どんな気分でしたか？いや、まあ、当時からのもうゴッツァンゴールだったんで、ゴッツァンゴール、いやでも決めれるか決めれないかだと思うんですけども、決めた瞬間は、いや、なんかゴールラッシュ続いてたんで、その波に乗って気持ちよかった。気持ちよかったそうです。2得点目、じゃあ応援もかなり気持ちよかったんじゃないですか？そうですね、まあ気持ちいいというか、ちょっと顔もっと盛り上げてくれてる感じ、はいはい、もっと盛り上げてほしいそうです。それでは本日に得点決めてくれました岡山千尋選手、ファンの皆様に最後のインタビューなんで、チームのみんなも代表して一言お願いします。まあ、これからも勝ち続けて、まあ、最終的には絶対ガンジュと女川抜いて優勝するんで、皆さんも会場来て熱い応援よろしくお願いします。おい奥山康弘選手でした。それでは皆さん、本日は雨の中ご来場いただきましてありがとうございます。得点が入るたびにこのように晴れてくれたと言っても過言ではないでしょう。皆様のおかげです。それでは最後に皆様、ラインメールの青森 FC の選手に大きな声援を送っていただきたいと思います。ラインメール、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 ラインメールは青森 FC の選手でお願いします。そしてご来場者の皆様、本日もおかげさまでございました。ありがとうございました。それでは皆様、お帰りなさいは気をつけてお帰りくださいなのですが、実はですね、サポーターズクラブっていうのがあるんで、もし興味のある方いらっしゃいましたら、そちらでチラシ配布しておりますので、ぜひぜひお手に取って帰ってください。よろしくお願いします。では来週はスポーツ会館でお会いしましょう。来週日曜日はスポーツ会館の試合となりますので、お間違いのないよう、ご来場いただきたいなと思います。それでは皆様、お気をつけてお帰りください。お相手は DJ ヒロでした。ありがとうございました。山ちゃん、あのテントも片付けないといけないんだ。はい、人手足りないと思うから、あとで終わるから。はい、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 いや、純喜あっち行かない感じだったんで、まあ、もうそこで行ってます。次の週が大切なんで、大量得点で勝った後が大切なんで、といったところで、ちょっとトニエトニエになりましたが、中継終わります。はい、本当いつもありがとうございます。まあ、6対0で勝ちましたけども、その大量得点した後が大切だと思うんで、その後引き締めていきたいなと思います。では新青森県総合運動会球場からお伝えしました。来週は青森市スポーツ会館ドリスタへゴー。